小笠原和彦は、日本の空手家、元プロレースラー。静岡県清水市出身。空手道総天極心小笠原道場、プロ空手オス島夢ストーム代表。東海大学文学部史学科卒業。元極心会環状制止部所属。得意技の飛び後ろ蹴りを武器に、1983年に行われた第15回、全日本空手道選手権大会で準優勝。 以降も、第16回大会では、第5位に、第18回大会では、第7位に入賞。1984年11月18日、100人組手に、挑戦するも43人で失敗に終わった。2002年1月6日、プロレースリングゼロワン後楽園ホール工業に、乱入し、試合後の橋本深夜に、お前の蹴りには、ハエが止まると喧嘩を打ったことがきっかけで、 プロレスに進出。3月2日、ゼロワン両国国技館工業での対、西領事戦でプロレスデビューを果たした。また、プロレス対象新人賞も受賞した。2004年、ハッスルがスタートした当初は、覆面レスラーのゼブラーマンに奮して登場。貧弱かつ奇妙な特訓を行うキャラクターを演じた。また、工業どに映画、ゼブラーマンで主演を務めた。 愛川翔も応援に駆けつけた。以降は、01、ックスユニオンプロレスで、空手軍を結成し、リアルジャパンプロレスなど様々な団体で活躍。空手、道場はじめ展開館長も務め、プロレス団体、オストームを旗揚げした。2015年には、初代タイガーマスクと10年ぶりに試合を行った。後に、はじめ展開代表を務め、オストームに所属。 宮道会館の最高師範にも就任している一時期、旧道会館、北海道支部長という肩書きが出ていたが、それは名義合詞をしただけであり、小笠原は一度も北海道に在住したことはない。2017年3月、長らく休眠していた、極新城西三鷹道場を15年ぶりに再発進することを表明した。大山マ達は、 大会が始まって強いものをあげるとするならば、まず小笠原は、文句ないだろうね、と小笠原を表したという。ありがとうございます。